たまには軽いのもやっていこう。今回作っていくのはこいつだ。銀河漂流ワイファムセット1より敵のメカイグダーってなんだかもうできてるけども、実はこれ以前サブチャンネルで K が暇つぶしに作ったキットなんだよね。合わせ目も消してないし、ゲートアートすらそのまんま。本来なら未完成なキットなんだけど、これはある意味チャンスだ。今の若い子が旧キットを触る上で一番高いハードルは接着剤とがっつりの合わせ目だと思うんだよ。もうスナップフィットじゃないってだけでもう無理って思っちゃうかもしれないな。じゃあ今回はこれを合わせ目やゲート跡を一切処理せずに作ってみよう。基本的に関節は無視して作っていこうと思うから、腕や足はバラしておく。旧キットは一度組んでしまうとバラせなくなることも多い。だから今回はそもそも関節を作っていない。単純に瞬間接着剤でくっつけてるだけ。だからパキッと外してバラせるようにしていたんだ。さあいきなりエアブラシで全体を着色してみた。着色で今回は遊んでみようっていうわけ。着色なんで好きな色を塗ればいい。ある世代には消費費を持って記憶に食いついたレッドショルダーで行こうと思う。どんなキットも片方の肩だけ赤く染めることで当時のオタクたちにある種の共通言語のような役割を果たしていたのだ。何回かラッカー塗料を筆で重ね塗りしてるけどどうにもうまくいかない。やっぱりラッカー塗料の筆塗りは難しい。結局エアブラシで着色したよ。あと部分的に細かいところを塗っていく。関節なんかはちょっとメタリックな色で金属感を出していこう。今回は旧キット版の簡単フィニッシュみたいなものだから気楽に作っていこう。墨入れもしていく。バリアゲート跡合わせ目もあえて墨で強調していこう。このウブ自体結構人型を外したデザインになっている。みんなはどう思うかわかんないけど俺にはパワードスーツって感じに見えたんだよね。そこで今回はマシーレンっぽい汚しをしていこうと思う。ミスターウェザリングカラーのステインブラウンを小皿に出してそれをまんべんなくキットに塗りたくっていく。一通り塗り終わったら綿棒で平滑な面のウェザリングカラーを取っていく。細かいモールドや溝に張り込んだステインブラウンを残すように意識していこう。できたものを瞬間接着剤で無理やりくっつけた。この時関節の軸は無視できるのである程度ポーズも自然にできるのではないかと思う。で、K がよくやる方法だけど関節に隙間があるからエポパテを無理やり練り込んである。表面は濡らしたカッターなどでシワを表現している。これでゴミなどが関節に入り込まないようにするためのシーリングがついでに再現できた。このシーリング部分にも着色してウェザリングを施す。いい感じになってきたかな。そしてこんなものを用意してきた。木を輪切りにしたもの。100均でコップの下に敷くコースターとして売っていたものだ。このままだと接着剤とかが染み込んでしまうので表面に木工用ボトを塗っておく。今回はこれを土台にするよ。乾いてボンドが透明になったら作業再開だ。模型用で草などを表現するものが結構安く売っている。細かく砕いたスポンジみたいなものだ。モデルツリー用の葉っぱってやつだ。意外に減らないから少しは買っておいても損はないと思うぞ。こいつに木工用ボンドを絡めてただ置いていくだけ。簡単だろ。キットも配置して瞬間接着剤で固定してある。これにどんどんモデルツリーの葉っぱを置いていく。平坦に並べると単調になるから高さも出していこう。これがモデルツリー。木の幹のプラスチックモデルだ。こいつを瞬間接着剤で固定する。このモデルツリーに刃を乗せるときはこうやってジオラマごと寝かせて乗せていくといいみたいだ。この状態で乾かそう。乾いたらジオラマごと引っ
繰り返して反対面にも乗せていく。これで固まれば完成だ。では完成したものを見てみよう。今回は合わせ目のゲート跡も一切消さずに作ってみた。ヤスリも当てていない。でもそれらしくなったんじゃない？ちょっとマシーネっぽくなったよね。もちろんこだわって作るのも大事だけど、まずは触ってみることが大事。キットを汚しちゃったら意外に合わせ目も気にならなくなるよね。最近のキットと違って旧キットは中が空洞だから結構遊ぶ余地があるんだよ。接着剤を使うからといって手嫌いしないで積極的に触ってほしいね。じゃあ今回はこれぐらいにしておこうか。じゃあねー。バイファン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 。